欢迎收听动物园阿伦的事。大家好，我是阿伦。对，我现在人呢在新宿附近，距离两站的地方哈。然后不知道之前呢，我跟 Aaron 哥呢 ，Mexican Aaron 哥拍一支那个就是炸串的影片，不知道大家看了没有。然后今天的这支影片呢，其实是同一天拍摄的。然后我晚上也跟他约在这附近那间，听说非常神奇的一个吧，想说去小酌两杯哈。然后但是这个吧呢，非常非常的特别的，就是听说它是和尚酒吧。和尚酒吧，和尚不是应该六根清净吗？为什么会跟酒有关系呢？其实这一点我也是蛮有兴趣的，究竟里面是长什么样子。好，那我们现在就出发吧。哇，这条路一转进来呢，就是一排的酒吧，而且好像真的是各有各的特色的感觉。你看，各种不同的吧。然后这边呢是一整栋的都是。哎呦，这附近有一间神社，但是我们刚刚看的好像那个地方呢应该是和尚神社，跟寺庙其实还是不太一样的。我们先进去看看吧，它就在这里面。哎，又见面了！见面了，怎么今天也在见面的感觉呢？我们没不是同一天吧？因为我们影片不是同一天上，对，所以不能说同一天，不能说同一天。那你知道 YouTube 多辛苦？各位看看这一间居酒吧里面超特别，它上面写满了那个书法字，然后它现在正在调我们的酒，去看一下。你看我们现在在店家的上面真的写满了，这应该不是经文，这应该只是就是他们在那种练习书法的那些字，而且这应该是有很多人，就是可以让人家体验啊。不对，我刚才在那个 menu 上面有看到，他有那种让你从比如写佛经的体验啊，或者一些其他的体验，可能是这些体验后的东西呢，你可以把它放在这边之类的，也不一定。嗯，还蛮有趣的，对。而且我们的座位旁边那边就真的有一个佛坛，他们的祭祀的那个牌位都是用这种。好像衣小衣柜，对，他们会打开来，然后打开，然后里面就有一个，对，小小的佛坛，然后就是那个，没事没事，你在想什么？没事啦，这些讯息都是从一些奇怪的影片里面得到的，得到的。哦，这个系列我比较不喜欢，我也不太喜欢，我比较不喜欢，不好意思，真的。哦，这个是那个。啊，这个是酒啊，没见过，这个是极乐净土，没见过。钢笔的墨水，来喝下我这边。完了，好，如何？说了我要加加一支可乐，这个我都不觉得太冷。啊，这个可口可乐，这汽水啊，也没有酒味啊，这是要啉到当时才会醉啊。嗯，对啊，可口可乐，一杯钱吧，日币。比台湾便宜啊！这个是脚，我没有喝过这个，这脚我在台湾也有卖了，怎么很顺口啊？哦，坐静静弥妙，阿哥在吗？很难想象喝完酒之后会可以听到念经的部分，你有什么感想吗？有点小失望，所以后面他开始念圣经。对，因为他那边很奇怪的是，就是他有一个佛坛在里面，他旁边却有放耶稣像，跟十字架。对。嗯，不过我可以知道感觉出来，因为刚那一群，我说洋人啊，他们居然会跟着念的。对，也就是说，其实他们就是佛教徒。我觉得应该不是，我觉得他们应该只是对这个文化有兴趣，对这间店有兴趣，所以就是跟着一起念。
的那种感觉。真的吗？对，因为是体验嘛。像我其实之前我在日本有住过一间寺庙，它也是可以体验去住在寺庙里面的。他喝酒？没有喝酒，我是住在寺庙里面，体验的一个旅行。但是它也是在，比如说它的饭厅里面也是有摆其他各个宗教的东西。所以我是觉得他们应该是他们会接纳各种宗教的那种感觉，只是主要是让大家体验一下他们这个在做些什么事情的那种。不过也我也听一说啦，就是佛教认为就是菩萨他或者是他们的佛会化为各种不同的形象，包含你们看到的耶稣，对对对，也是属于佛教。其实我这个也是蛮相信的。好，那我要回到正题了，今天你所吃的这些里面，你觉得哪一个最好吃？其实这个最棒。这是一般的威士忌，这个饺真的好喝。然后你说菜的话，其实我觉得那个鳗鱼哦，素鳗鱼。那你觉得你最不能接受的是哪一个？它大概就纳豆吧。就是桌面上其他的菜的剩余的状况，就知道这几乎是没有什么动的状态。不过今天还好有你在，可以帮我们当翻译，他们就是真蛮热情的。而且蛮有趣的是，他这边居然还有卖他们的乐团的 CD 哦，所以他们其实也是有乐团的。如果你们想要买他们的这个乐团的 CD 的话，一张是2000块。对，但现在应该蛮少人在听 CD 了。它下面写的多少钱？多少钱？我们一般那个 N 是那个日的那个 NM 嘛，日元的那个 N， 但它这下面这个元呢是写那个缘分的缘。哦。然后它的发音是一样的，都是 N， 也是 N。我觉得如果是大家来玩的话，我觉得它这一间店其实有它的困扰的地方在，就是它很多酒类的名称也好什么，它其实全部都是片假名。哦，但是片假名。对，如果不懂日文的，可能真的是会。点餐可能会有点困难，不管这个其实就算懂日文、啊，其实有时候你也不知道它是什么。哦，这个叫做康康巴康巴利利康巴利康巴利哦康巴利哦哦，伊是雷雷啊康巴利哦雷哦雷哦康巴利哦雷哦康巴利哦雷雷，对不对？要买紫的几几几康巴利哦雷哦雷哦雷几几康巴利哦雷几几康巴利哦雷几。我是非常有日文天分的，我只要认真学，我很快学起来。嗯，真的。好，我相信，你要再多喝两杯就可以跟人家用日文说。多吗？不，你直接念中文。啊，这哦，这哦，这哦，哦，算了。你看，你刚念完嘞，那个你才刚念完就 orange， 喝酒。orange。先让两个稍微喝一下啦，然后我们等一下再问看有没有机会稍微简单的访问一下这边的老板，好了。好，各位机会难得，我想问一下他们这边的店员，就是他们为什么想要经营这间酒吧？那我们就来问问看吧。哎，なんでこのボスバーをそのなんか開こうと思ってますか？ボスバー、まあ日本、まあ世界的にまあむ、あんまり信仰が薄くなってきてまして、そのお寺に行くっていう人が少なくなってます。はい。やっぱり日本では、うん、若い方は特に、まあ仏教やそういうものに関心がないというか。はい。だからまあ身近にこう感じてもらえる場所を作ろうと思って。じゃあここにいるスタッフさんがみんなそのお坊さんです。おお、坊さんです。おお、すごいですね。じゃあみんな朝も結構そのお寺で。おお。今日もあります。じゃあその一日の例えばのスケジュールはだいたいどんな感じですか？朝とか。朝決まってはないんですけど、はい、その朝の仕事があるわけですね。お葬式とか法事とか。したら朝起きてまあそこに行く。ああはい、で午後の時間があれば、まあ、勉強しなきゃいけなかったりとかいろいろありますね、はい、やることそれで、まあ、夕方夜ここに来て、はい、うんまあ、夜中まで働いて結構大変は大変ですけど、睡眠時間がちょっと削られていく。そうですね。じゃあ大体1日は何時間は働いてます？あ、でも5時間か6時間ぐらいは寝れるようにはしてます。寝れない時はやっぱ4時間、3時間で朝に行かなきゃいけないんですけど。あと一つの質問があって、ここはその仏教のなんかバーバーじゃないですか、なんであそこにジセスの像がありますか？ね、これはなんか不思議ないろんなご縁がありまして、はい、友達の牧師さんが土曜日だけここを貸してほしいと言って、はい、じゃあいいですよ、使ってくださいと。信仰が違ってもなんかものすごい心を通う人で、それでどんどん使うようになって、毎週土曜日はここは教会になってしまいました。あ、すごい。すごいですね。で、もう一人は神主さん。はい、シュライン。その神主さんも月1回ここを使わせてくれって言って、はい、一緒に音楽やってたりします。おお、そう、先ほどポスターも見ました、はい、その音楽。あとそのなんかメニューの中にの
CD も販売されてますね。まだその日本の仏教についてちょっと聞きたいですけど、その私の知る限りに日本の仏教と他の国の仏教はちょっと 違って、じゃあ大体どこが違いますか？やっぱりまずは一つは戒律に対する考え方が違うかもしれません。日本仏教、特に私の宗派、戒律がないわけなんです。全ての人が救われるということで、まあ、戒律破った人も救われる、戒律が守れない人も救われるし、結婚もしますし、はい、お酒も飲んで肉も食べますし、普通の生活をするという。ああ、ただそうですね、その本当普通の人間とあまり変わらん、同じですね、はい、やることも全部同じ感じですね。でやっぱりそこで救われないと他の人みんなも救われないという。ああ、じゃあ今そのよく例えば日本のテレビで見て、日本のお寺は大体なんかお子さんに、そうそう、世襲制っていうんですか、ね、子供に継がしていくっていうのがやはり多いかもしれません。なるほどなるほど。いつからそのお子さんにそうなりました？目指した、私になったのは24歳ですけれども、はい、まあ、子供の頃からなりたいと思って、うんうんうん、あとお子さんになって今その良かったと思う瞬間とかありますか？そうですね、お坊さんになったから良かったか分かりませんけど、うんうんうん、やっぱり仏様の教えのそばに自分が常にいれるっていうのは、やっぱりこう仏様の仕事ってとても心が爽やかな感じがしますね、はい、やっぱりそれは世間の仕事もそうですけど、まあちょっと違う感じはありますね。ありがたいお仕事だなと思います、本当に、うん、あと一つの質問、はい、ちょっと現実の話ですけど、はい、でもお坊さんで給料ありますか？給料っていうかお布施、その時のいただくお布施が決まってないんですよ ね、 あ、なるほどね、はいはいはい、決まってないんですか？決まってない、ない時は全くないです。だいたい毎月の感じで。そうですね、お寺がの仕事が、うんうん、本当に月によって変わりますけど、ね、あ、そうですね、確かに全くない時はないです、ね、あと僕は台湾出身なので、はい、そのなんか台湾のファンたちに何一言、はい、もう私もすごく台湾が好きで、はい、まあ、1回は行ったことありますけど、まあ、コロナが収まったらもっともっと私も台湾と交流したくて、台湾仏教とかもすごく台湾のお坊さんもすごい好きで、はい、もっともっと交流をしたいと思います。そして我々、まあ、坊主バンドっていうバンドも組んでますんで、はい、ぜひ、まあ、ライブでコンサートで台湾に行けたらいいなと思うので、それはいいですね。ぜひ応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。おう、これはあの一緒に神主さんとこれ差し上げますけど、あ、ありがとうございます。あ、すごいですね、はい、これその一緒にやってる、そう、一緒にやってるんですよ、ユニットで。すごい現場で聞いたね。すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、音源使っても大丈夫ですか？使ってもちろん使っていいです。お、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。今ちょっと質問を振っていくので、そのよくこの店に来ますか？最近あんま来てないです。前もここで働いてます。おー、たまにお手伝い、はい、この店はその魅力は何だと思いますか？魅力、はい、まあ、やっぱオーナーがいい方なんですよ。で、まあ、結構なんていうんですかね、いろいろ、なんだろう、お寺じゃないところでお坊さんがこういうで、しかもお酒を出すっていうので、よく言われるところではあるんですけど、まあ、なんか酔っ払うために出してない、あ、酔うためのものとして出してないからいいのかなっていう。なるほど、ね、じゃあこの店の一番おすすめのメニューとかお酒は何ですか？極楽浄土ですかね。極楽浄土、ああなるほどね、オレンジジュースの、うん、なるほどなるほど。じゃあ僕たちは台湾から来ましたので、その何か一言台湾の方に。台湾はあの、はい、世界最大の仏教の NPO があるんで、なんか日本にもそういう社会活動ができるものができればいいなと個人的には思ってます。ありがとうございます。じゃあその普段もそのお坊さんの仕事をやってますか？あ、そうですね、はい、あ、そうです。日本のお坊さんもスーツも着ますよね？うん。私は何のためにスーツを着ますか？みんなに合わせるためですね。あ、そうですね。で、着物だと動きづらいから、はい、皆さんに合わせて。なるほど。耶、yeah! yeah, 我们出来了。我已经在忙了。我觉得他跟一般的爸比起来，我觉得其实蛮放松的，很开放的这种
在跟每一个顾客在互动，并不会说他是佛教徒，就世界大家都是朋友，这样子就会让我们觉得，其实宗教并不是这么难以亲近的。对啦，对，所以说其实我觉得这边真的算是蛮有趣，而且刚才另外一位客人也有讲说，他们其实在别的地方也有像这样子的和尚班。如果你会日文，然后你有办法去跟他们稍微聊聊天的话呢，我觉得很是很可以。对对对，他们会陪你聊天的，说真的。对，重点是他们的价格不会。对，我们刚刚五个人，五个人，然后一万二，差不多两千多块，两千五，对。两千五其实，我们刚才讲话都同步。两千五四百多块的酒吧，一个人不到五百块。对，我觉得非常的划算，对啊，合理，很合理。对对对。好，那如果大家有兴趣，我也把大家相关信息放在 YouTube 下方说明栏内。那如果大家想要看，就是我们吃了些什么，喝了些什么奇怪的饮料的话呢，都可以去 Mexican 的频道里面去看看哦。我们刚才参与了他们这个布道大会，他们的饮料真的是很特别，每一个名字都非常有趣，大家一定要去。好了，那以上呢就是这支影片。如果你们喜欢我的影片呢，不要忘记要记得订阅我，还有 Nesgan 的频道哟。那我们下次影片再见喽，拜拜拜拜拜拜。就跟着阿伦一起旅行，跟着我。